でした。クレーンゲーム動画配信、毎日ゆっくりクレゲ実況。今日は倉庫系、経線の橋渡し台で、紅茶のパウンドケーキを狙います。普通に買えば、1000円はするかなるチェっていう商品だな。中期で入ってるんだけど、個別包装で好きな時に、一切れずつ食べられるのがいいのよね。食べる時に手も汚さないし、日持ちもするから、個別包装だと嬉しいな。ゲームセンターではあまり見ない景品が橋の上に置いてあったから、見つけた時は驚いたわ。倉庫系、ゲーセンは大手ゲーセンと違って、景品のラインナップが斬新で面白いよな。普通のお菓子だけじゃなくて、お土産とか特産品とかも置いてるから見てるだけでも楽しめるわね。話してるうちに、だいぶ箱が横に向いたな。普通に買ったら1000円はするけど、500円くらいで取れそうね。ケーキが一切れ50円、間違いなくお得だな。クレーンの機種も新しいクレナ3だし、遊んでてとても楽しいわ。もう一度、左爪で箱を右にずらせば、ゲットになるだろうな。明日のおやつはこれで決まりね。美味しいから、よかったらみんなも買ってみてくれ。